部の人は生まれながらにして罪を犯されて、犬には顔も苦しみを与えた。エデンの東に天使の顔が不動を与える罪を、この戦いこそ真理にとっての道具の瞬間。Okay.
リーチです。よろしくお願いします。お願いします。はい、私の生誕祭ということで今日集まりいただきありがとうございます。ありがとうございます。6日で22歳になるんですけども、来年からはね、年の方は言わないでもらって、年を重ねるたびにね、どんどん言いたくなくなるので、来年からはちょっと年を言わないでいこうかなと思いますので、よろしくお願いします。はい、そしてアフロディーテからね、お知らせがあるんですけども、まずね、来月の2月の19日なんと新宿ブレスにてワンマンあります。今日チケット買おうと思って忘れてる人も中にはいると思うので、ぜひね、最後の物販でも買えますので、ぜひゲットして遊びに来てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして4月の、なんだっけ、4月の4日、5日はですね、牛のフェスの春のスペシャルにて、春のスペシャルに出演します。イエイ。はい、こちらもね、ぜひ皆さんね、必見なので遊びに来てください。せっかくなのでね、皆さんこうやって集まってくれたので、初めて写真を撮りたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。残っていただいてありがとうございます。はい、今日はね、コラボから始まってソロもやって、こうやってアフロディーテのね、メンバー、フルメンバーでね、出ることができて、私は嬉しかったです。生誕でこうやって写真を撮ったのもね、初めてなので、人生の思い出になったなと思います。皆さんありがとうございます。はい、それじゃあこの後ね、物販なので皆さんね、チェキに収めて帰ってください。私も生誕 T シャツ着ようかな。じゃあ皆さんありがとうございました。アフロディーテでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。誕生日は6日です。6日です。